国旗勲章は朝鮮民主主義人民共和国の勲章。1948年10月12日の最高人民会議において制定された同国発の勲章である。朝鮮労働党や朝鮮人民軍、また国際的な文化、技術面での功労など北朝鮮に対する功労に幅広く授与される。第1級国旗勲章は、 北朝鮮内での最高勲章の一つに定められており、法令により、朝鮮民主主義人民共和国英雄や朝鮮民主主義人民共和国労力英雄、近日成勲章、近正日勲章などの英典が授与される際は、第一級国旗勲章も同時に授与するよう決められている。第一級国旗勲章は全体に、金メッキが施されており、第二級は部分的に、 金メッキが第3級は全体が銀メッキで構成されている。北朝鮮最高人民会議常任委員会が1948年に制定した国旗勲章規定によれば受賞者には以下のような特権が設けられていた。この後、北朝鮮の経済悪化や勲章自体の地位低下により特権は大幅に狭められている。勲章裏の投資番号。 受賞者が増えすぎたため1980年代に通し番号が削除された。国旗勲章は1972年3月20日に近日制勲章が制定されるまで最高勲章に位置づけられていた。1960年代までは受賞者が極端に少なかったが1970年代に入り急激に増加、勲章としての地位は大幅に下落した。これに伴い、 勲章の裏に記されていた投資番号が1980年代に入り削除されている。また、朝鮮労働党での金属年数に応じて授与されることがある。国旗勲章が授与され始めた朝鮮戦争時、まだ北朝鮮内では安定して勲章を生産できる拠点が確立されていなかった。そのため、製造された場所ごとに型などが異なっている。また、 勲章の材質が年々低下してきたが、その裏には北朝鮮の経済悪化、それによる政府への不信感を拭い去るため、勲章を大量授与生産過剰による経済悪化という負のスパイラルが存在する。第3級国旗勲章のみ朝鮮戦争中に、チェコスロバキアで製造されたと言われることがあるが、実際に製造されていた事実は確認されていない。北朝鮮には、 勲章証明が存在する。1950年7月から導入された複数の勲章を記載可能な共用勲章証明が一般的であるが、それ以前は勲章が国旗勲章しかなかったため、国旗勲章証と呼ばれる証明書が存在した。ウィリアム・ A ・ボイック・オーダーズ・デコレーションズ・アンド・メダルズ・オブ・ザ・デモクラティック・ピープルズ・リパブリック・オブ・コリア 24P 4、45p ありがとうございます。